お疲れ様でした。お疲れ様でした。12月4、5、2連戦、2連勝に来て、まあ、5日は木下マイスター、まあ、フル戦力に近い木下マイスターに勝利して、ちょっと2連戦を振り返っていただけるとありがたいんですけど。いや、本当にこの2戦で勝つことができて、まあ、チームみんな勢いもつけましたし、自信になったのかなと思います。この2日間、みんないろんな呼吸を使ったということで、伊田選手は雷の呼吸も結構出てたっすね、ヘキルティース今日特に出ます。ダボはめちゃくちゃチキータが調子良くて、最高に決まりました。僕ちょっと勉強不足で、ヘキルティース選手しか知らないんで。僕もヘキルティース選手しか知らないです。雷の呼吸は。11月こういうふうにお話聞いたときはちょっと元気ないっていうか少し落ち込んでるなっていうのを感じたんですけど、そうですね、開幕戦、ダブルス出て、はい、で、まあ、2戦目の木下戦でもシングルス負けてしまって、その中でちょっと落ち込んでしまって、自信がなくなって、大学の大会も非常に悔しい結果で、まあ、今回出る機会、チャンスが回ってきたので、必ず勝ち取ろうと思って、自信を、持って戦いました。水の呼吸担当ということですけど、今日は最後、隙の糸見えてました。見えてました。あれですよね、バックサイドにちょっと切るサーブ出して、チキータをフォアハンドで狙い撃つとか、はい、こっちから見ても、かなりこれ隙の糸見えた。あれはもう完璧に点オールとかはもう待って勝ち込みに行った感じですか。そうですね、勝ち込んではないけど、すみません、勝ち込んではないですよ。ちょっと詰まってちょっと詰まってちょっと詰まってたっすけど、根性で。まあ4ゲーム目本当に隙の糸見えて、もうピンピンだったんですよ。真っ白の糸見えて、うん、張ってるから切りやすいね。あ、もうこれいけるなと、戸上いけるなと。まあその中でまあ4ゲーム目落としてしまって、まあ、シックスオール出だし取れば、自分のプレーを続ければ必ずもう一度必ず隙の糸隙の糸もう一度見えると思ったので、まあ、そこまで我慢して戦いました。ありがとうございます。じゃあ最後に、戸上選手にとって鱗滝さんの存在っていうのはチームの中でいうと誰でしょうか。そうですね、完全に誰だろう、一方さんですかね。完全に、はい、完全に一方さん。一方さん、完全に言うから誰かの存在。全然完全じゃないそうですね、まあ、完全に一歩さんですね。編集してもらおうっす。やばかった。選手の方だったら、あ、ちょっと待ってください。選手の中だったら、鱗滝さんは平野由紀さんですよ。編集でいけるんで、はい。あまり変なところは載せます、基本的には。はい、お願いします。平野選手、お疲れ様でした。お疲れ様でした。この2連戦を振り返って。いやー、本当に、自分は不甲斐なく、結果だったんですけど、チームが勝つことができて本当に嬉しいです。もう助けてくれる仲間がいて本当に感謝してます。チームの感覚というか、この2連勝っていう感じに関しては、やっぱり全員で助け合ってるっていうような感覚が一番強いですか。そうですね、はい。一番はやっぱりそこですし、あとはまあチームワークの良さが、まあ、勝因の一つの理由なんじゃないかなと思います。ありがとうございます、まあ、はい。まあ、前回もちょっと似たようなこと聞いたかもしれないですけど、はいはい、なんか年長者としてこうチームの中でこうやって振る舞おうかなとか、先ほど戸上選手から鱗滝さんのような師匠のような存在っていう風に言われたんですけど、はい、チームメイトもそういう風に見てるとは思うんですが、年長者としてどういう風に振る舞おうかなみたいなのは気にしないですか。はい、何も考えてない。もうみんなで楽しくと。そうですね。和弘選手、お疲れ様でした。そうです。火の呼吸担当ということで、
担当じゃないです。担当じゃない。使えるんです。あ、使えてってこと、ごめんなさい。マジで使えるんです。担当じゃないです。使えちゃうんです。昔はガン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 全部振ってましたけど、トガミと枝の試合を見せて、まあ、こいつらも似たような感じで、結構ガンガンいくじゃないですか。で、それをよく見て、まあ、逆に勉強になってますよね。まあ、いい時は本当に2人とも繋いでるとか、で、まあ、このチーム、ゆうきさんっていう、ね、いろこたきさん、すごい手堅いプレスする先輩がいるんで、やっぱそういう選手を見たりとか、いろいろな選手のプレーが見れてるんで、まあ、僕このチーム入って本当手堅いプレーもできるようになったし、その行ける時は行くようになったしっていうのは本当にいいところを取っていくなっていうのができてるので、それがプレーに出たかなと思います。ダブルスの起用がすごく増えてきているように、まあ、外側から見て思うんですけれども、で、まあ、宇田選手がパートナーで、はい、気をつけていることだったり意識していることとかってあれば教えてもらっていいですか。気をつけていることは特に、まあ、ないですけど、まあ、なるべくその、まあ、2人が調子いいときは、まあ、ほとんど多分負けることはないと思いますけど、まあ、どっちから調子悪いときどっちからカバーするし、なるべくそのリードされても我慢することだけは心がけます。それ以外は本当に2人でやりたいようにできているし、まあ、その気持ちの面でも本当2人とも前向きなので、ネガティブだったりそういうのって言ってもいいと思います。2人がそ助け合う、そういうプレーをするようにしたので、話し合ってくれると思います。分かりました。ありがとうございます。また次回も頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、アリノブ選手お疲れ様でした。お疲れ様でした。タリノブ選手お疲れ様でした。いや、大丈夫です。はい。今回まあ2連戦で、木下マイスター戦に出場で水谷選手と対戦ということで、外側から見てて結構試合感覚が良くなってきてるような気がしたんですけれども、試合をしててどんな感覚ですか。そうですね、まあ、前回の T リーグから、まあ、こう悪かった点だったり、まあ、良かった点っていうところを、まあ、自分自身で詰め直して、まあ、こう結構チームのみんなでいる時間が多いんですけど、その中でこうプライベートなことだったり、まあ、卓球に関することだったりっていう意見交換をこう徐々にしていって、で僕も1戦目で試合をたくさん見させていただいて、そこでもかなり勉強になってたんで、なんとなくそういったところで自分の中でいい形で試合に入れたのかなっていうふうに思います。まあ、いろんな試合を見てちょっと修正点だったりこういうふうにしようかなっていうのがあるみたいな感じだったんですけども、詳しくちょっとここら辺だいぶ気をつけようっていうか、やっぱりここら辺がうまくいけばもっと自分の卓球いいプレーができるんじゃないかっていう点があれば。そうですね、今僕がこう感じていることは、こういろんなタイプの選手がいて、琉球には、まあ、左の若手、まあ、だったり結構思い切りがいい選手だったり、こうあまり打たずに相手のミスを待ったりするようなタイプだったりっていう人がいる中で、いろんなその卓球に関するその考え方っていうか、そういうところをまあ聞いたりして、まあ、自分に少しでも吸収しながら、こう次の試合に向けてまたやっていきたいなっていう思いもあります。はい、そういったところをこう勉強するとやっぱりこう自分の卓球だけじゃなくて、まあ、人の卓球も持ちつつ、こうしたらもっといいんじゃないかなっていうところで、まあ、成長できていけたらいいなっていうふうに思います。なるほど。今一番そのチームメイト、一緒に試合に帯同しているメンバーの中で一番この選手を参考にしてるとか、この選手の考え方俺にはなかったなみたいなのってありますか。まあ、一番じゃあ参考にしようかなって現状思ってる選手、いやだから取り組みたいっていうところはやっぱりこうサーブ出して結構戸上とか宇田とかはその3球目とかを結構チキータで狙い打てたりする戦術っていうのは今まで僕はあんまり使ったことがなくて、そこはこう驚きというか、そういったこともこう考えながら練習に取り組んでるんだなっていうところが勉強になっているので、そういった技術を取り入れていきたいなっていう思いはありますね。はい、次の試合では3球目チキータ。いや、早いです、早いです、早いです。マハル選手お疲れ様でした。お疲れ様でした。まあ、チームの感覚というか雰囲気をまず聞かせてもらってもいいですか。
まあ、チームはもうめちゃくちゃもうアホなやつの塊なんで、まあもう僕含めてみんなアホなことをしてアホな状態で試合に入って、今はアホな感じで試合勝ちまくってますけど、まあ、いつ負けが降り注いでもおかしくない状態ではありますので、まあ今は6連勝してますけど、いつこの6連敗が始まるか分かりませんから、まあ、常にこの本当に気を引き締めてやっていく必要があるなとは思ってます。はい、私も外側から見てて結構ギリギリの試合を琉球アスティーダ側に傾けているっていう感覚があるんですけれども、はい、やっぱり選手の皆さんだったり山原選手も、はい、いや実際めっちゃギリギリだなっていう感覚ですか。はい、まあ、ではまあギリギリなんですけど、まあ、僕がいるんで大丈夫ですよ僕通称持ってる男なんで、確かにやっぱギリギリ持ってくるところが、まあ、僕含めまあ、このメンバーの良さなんで、最後は楽しんだもん勝ちなんで、まあ、僕らも緊張はしてますけど、まあ、試合通してみんなね楽しんで、なんか雷の呼吸かなんか知らんけど一気に一戦か知らんけど、そんな冗談も考えながら試合してるらしいので、まあ、それだけまあどこか楽しみながら余裕があるということなので、まあ、最高な状態で試合臨めてるんじゃないかなと思ってます。ありがとうございます。じゃあ、個人の感覚、はい、まあ、ジオニス、まあカットマンの選手ということで、はい、対戦して、まあ、ゲームオールの接戦を制したんですけれども、うん、状態としては、はい、もう悪くない、かなりいい感じです。まあ、カット打ちはもともとそんなに得、まあ、苦手じゃないんで、まあ、どうせ、まあ、苦しい試合になっても最後はなんとかなるかなっていう、まあ、自信があった状態で臨めたので、まあ、2-2 になってもすごい落ち着いて戦いましたし、まあ、ギュニス選手も昨シーズンの全勝で終えられて、まあ、T リーグそう大したことないなみたいな多分思ってたと思うんですけど、吉野真晴に負けたことによってT リーグも結構やるじゃん楽しいじゃんって多分なってくれると思うんで、そういった意味では、まあ、初めて、まあ、僕がギュニス選手その T リーグの楽しさをお伝えできたと思うんで洗礼を浴びせた、ね、はい、せたまずは、はい、いっぱいなので、まあ、これからも、まあ、琉球としてもまあ、ギュニス選手だけじゃなくてまだ相田選手も全勝ですし、まあ、ライバルたくさんいますけど必ずもう僕らが、まあ、攻略して戦っていけたらなと思います。非常に楽しみです。同じカット型でも彭永長選手は結構分かりやすいというか、はい、変化がすごいんだなって外から見てても分かるんですけど、はい、そのタイプが違うギュニス選手って、はい、マハル選手から見て、あ、こんな感じのカットマンですよみたいなのをちょっと教えていただけたら助かります。はい、まあ、永長選手はさっき言ったようにその変化がすごい多い選手ですし、まあ、攻撃もうまいので、まあ、プレッシャーはありますけど、ギュニス選手は本当に広くて広くて守備範囲が広くて、まあ、フォアハンドのパワーで、まあ、チャンスを狙っていくっていう、まあ、ディフェンスも幅広いんですけど、幅広いというかまあ守備範囲が広いんですけど、攻撃は攻撃で非常に威力があって、やっぱなかなか打たれると取りにくいので、まあ、そういった怖さありますね。カットマンって結構自分攻撃マンは決めに行くのかミスらないのかっていう選択を結構することがあるんですけど、ミスらないような感じでまあ戦っていくとやっぱりそのループを狙われてしまったりとか、まあ、ギュニス選手のそのドツボにハマってしまうので、そういった怖さはあります、ね。そういった今解説というか説明をいただいて、はい、ギュニス選手に対してこうやろうと思ってました、こうやって戦いましたっていうところを最後いただけたら、まあ、こうやって戦ってましたっていうのを言っちゃうと次以降またそれで言われちゃいますなかなか言いにくいですけど、今シーズンはちょっと難しいけど戦術の方はじゃあマハルチャンネルで、そうですね、まあ、いつしか上がるかもしれないですねその時ギュニス選手が T リーグから消えた時に消えた時にマハルチャンネルでカット打ち戦術っていうところを紹介していくぞと、はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録や高評価の方よろしくお願いします。それではバイバイ。